はい、こんにちは、ブルーホースです。今日デトロイトやってまいりましょう。あの声明を出した直後の話ですね。どうなってるかっていうところ、ボインちゃんが、いやでもね、暴力でやったところで、じゃあアンドロイドに従うかって言ったら、そもそも僕ら製造が中止になった時点で終わりですからね。僕らと言っちゃった。What difference does that make? He's a hero.He died for the revolution, and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. 共存をするためには、暴力以外の方法でやらないといけないけど、ノースちゃんは、まあ、パフパフをもらうインに行くためだったら、もう仕方ないって言うよね。ノースちゃんは、まあ、パフパフをもらうインに行くためだったら、もう仕方ないよね。すべてパフパフのためですからね。で、おう。ここでマーカスの選択にすべてが委ねられるところ。これは絵じゃない。やっぱ絵だね。We'll build your future. There are five cyber life. サイバーライフの絵は絵です。All selling us. 仲間が商品として売られている。We're gonna attack. これから店を襲って。うわあ。Attack stores? うわあ。そういう方向性になっていくのか。They have security systems. セキュリティどうする？We break into five. いつのチームに分かれ。One for each store. We hack their security systems and we strike. ハッキング。Simultaneously at 2 a.m. No violence.You free our people, get them out of there before the police come. Police が来る前に店から仲間を解放しよう。5つを一気にやるのか。なるほどね。ノースは友情じゃなくて愛情がいいな。ちょっと老けた。かっこいいな。かっこいいけど、特にすることは今ノースについていくだけだけど、その前に読む。デトロイトトゥデイ。あ、自分や。第三次世界大戦勃発を警告。うん。デトロイトでの放送ジャック事件以来、誰もが問題のアンドロイドの正体を知りたがっている。バロイ、失礼。連邦政府は機械を追跡し、シャットダウンするための捜査を進めているが、警察は詳細について口を閉ざしたままだ。目撃者によると、複数の共犯者を従えたアンドロイドがデトロイトのローカル TV 放送局があるストラトフォードタワーに侵入したとのこと。機械は武装しており、首謀者とみられるアンドロイドの命令に従っていたことから組織化してされていたとみられる。多くの疑問が導かれる。あ、このアンドロイドがどこから現れたのか、なぜ破壊行為に及んだのか、この挙動を説明しうる欠陥とはどんなものなのか、FBI の捜査に進展があれば答えは出ないだろう。だがこれだけは確かだ。この危険な機械が破壊されるまで多くの憶測、これからも飛び交い続けるだろう。続きまして、アンドロイド大統領。専門委員会による最新の研究で、大統領を含む複数の官職において、人間よりもアンドロイドを登用する方が効果的との結果が報告された。圧倒的な作業量と事実上無限大のメモリに加えて、アンドロイドは構成であり、いかなるプレッシャーにも耐えるとされている。明確な目標が与えられれば、任期や再選を心配することなく、正しい行動で目標達成できるのだ。今そうなってないから変異体ってのがやられてるんだと思うけどね。ではアンドロイドが未来の大統領になるだろうか。専門委員会によればそれは避けられない現実だ。委員会は世論がアンドロイド政治家というアイデアを受け入れるのは時間の問題だと考えている。近年の汚職事件や失政を思い起こせば、民主主義を正しく保つにアンドロイドが最良の解決策だと感じる市民が増えるの当然と考えるかもしれない。ところが今世論がもう最低になってるんだよね。そんな状況の中でね、なるってちょっと難しいんじゃないかと思うんだけどね。よし、行こう行こう行こう。夜中の2時か。牛蜜時ですね。ノースちゃんがあんだけはっしゃいでいっているのに、あれ、ちょっと待って、すっごい遅い。あっ、なるほど、警察がいるからか。やばいね。警察がこうもう警戒をしてるところで5つ行ける。なるほどね、これ隠れながら行かなくちゃいけないのか。これ見つかったらミッション終わりだから、見つからずに5つをやるってことだね。ノースちゃん大胆やな。急がなくちゃいけないけど、でも急いでたら、あ、これあれだ、最初にマーカスが来たところじゃない。で、ボッフルボッコボッコにされた。ちょっと待って、今さ、ドロイド飛んでたけど大丈夫？ OK、まず一つ目だね。人間にとって Just merchandise 私でも、まあそれはだってアンドロイドだからね。 Soon they'll know what we really are.
Let's get them out. 結局どうしたの？自分たちが支配したいのか。There's 10 minutes until all our teams attack. それとも共存したいの？どうしたい？それはなんで？で、それをするとどういういいことがある？今何をするって？店に侵入する。店の窓を分析する。ちょっと待って。分析。You see the alarm system? この警報システムはあれか。ネットワークで解読。ネットワーク検知あったぞ。これ辿っていけってことね。辿っていくとどこにあるか。Identify the security system. I think we'll be able to deactivate it. Just follow me. これアンドロイドだね。Surveillance drone. 監視ドローンか。We need to get rid of it. 監視ドローンも。あれ？ドローンを妨害する。ちょっと待って、これは今どこや？ああ、分析する。これをネットワーク供給を確認。さらに、どこに進んでいる？ジャンプ。ほい。これはアンドロイドたちか。で、なるほど。なんか急な特殊能力身につけたの？マーカスってこんな能力持ってたっけ？ You're awake now. Go to ジェリコ行くんだ。Wake up. あら、行っちゃった。で、これの赤い方を遮断する。解析中。23だな。はい。時間がないんで。で、スーパーマンになってるよね、なんかもうマーカスね。サイバーライフの警報無力化。どうする？隠れよ。あ、アンドロイドが来てるってことか。明かりにさえ見つからなければ OK ってところだね。まあ今は大胆な行動避けた方がいいから。まあ、一瞬だったね。まあね、君のパクパクをもらえるなら何だってするさ。ところでこれ、そうドローンを妨害するのはいいんだけど、このお店だけのことでなんかいろいろやっといた方がいいのか、それともなんか他にも見れるのがある、見る観察、これやっていくと時間が分かったけど、ここで時間を使っちゃあれなのかな。一体一体見てる余裕はなさげだよね。なんかめっちゃ近づいてきた。エリアを偵察する。エリア偵察で他はこっちの方はないね。あっちになんかあるね。車が来ないように道を封鎖しよう。 OK。じゃあ、とりあえず、アヘッドスローダウン。これ見た？どうしたの？なるほど。で、またこいつら乗っ取ると。はい。特殊能力すごいよね。君は自由だ。そして君も自由だ。おぉ。で、ジェリコに向かっていくと。で、これを、押して、おい。で、ノースにも引っ張ってもらう。引っ張らないと。OK。で、ストップかなんかにする。なんかもう、これ無敵だよね。だんだん、あれだ。なんだっけ。TX に見えてきた。うん。ターミネーター3の TX。のパーキング。よしよし、走れ。で、彼らも変異させ、どんどん侵食していくな。あ、自由に。You're free. さあ起きて、ジェリコ行くんだ。それからここもなんかあるのか見る。これは何？ Exactly what we need to run. 店に、なるほどね。トラックを盗む。突っ込むための、でも突っ込むための
あれはできないから、あ、ムービーシーン中はあれか。ここは関係ないね。ちょっとできるところで、ああ、あいつも変異させるんだな。OK。店中、あの、町中から逆にその、なんかいなくなったらすごい怪しまれそうな気がする。You're free. 大丈夫か？偵察のドローンが、誰？なるほど、アンドロイド。We're superior to them, but they are our masters. That's about to change. うわー怖いなー。これアンドロイド側で今操作してるけどさ、自分がさ、ね、自分は人間だからさ。You're awake now. Go to Jericho. ジェリコ行くんだ。OK。で、ドロイド分析してみよう。ルート再現。ドローンの、うん、計算成功。シミュレーション。ああ、無理だね。そういうことか。高すぎる。で、シミュレーション。今度は遠すぎるんじゃない？だよね。続きまして、ここまだ遠すぎるね。であれ。じゃあ、もうここやん。で、あそこならば届くと。で、そこにノースに行かせる人は自分で行く。どうやって行ったらいい？とりあえず変異させよう。何をする？目覚めたよ。僕は彼女が好きだってねって。そういう話じゃ、ああ、たたたた、調べよう。よし。予測。あ、かっこいい車が回ってる。予測して。と。出た。マトリックス、マーカス。あ、無理だね。間に合わない。じゃあ、もう一個のルートは、あ、こっちか。こっちで行って、と、あ、高すぎる。じゃあ、もう一個登ると、と、これは届くんだね。さっきの間に合わないになるんじゃないかと思ってたけど。じゃあ、登りましょう。ごめん、邪魔だったね。あの、本当に照らしてるところしか見当たらないんだ。こんなに近づくとしたらさ、あのドローンだけじゃなくてさ、普通にあの警察にってか監視カメラとかにバレそうな気がするけどね。よし、またまたパフパフに近づいたね。友情から仲間になった。いつ恋人になれるんだろう。で、あと、周辺を調べる的なのは、あ、なんかあるね。Okay, let's go get the truck. あとトラックね。だから、まだいきなりお店に入っちゃいけないんだよ。こっち行って、で、どこだ？また先か。トラック、トラック。トラックは、どっから、あ、あった。開けれるんだ。あー、無理か。これを、What are we waiting for? なるほど。めっちゃ冷めた目で見られる。じゃあ、登っておいでよって言った。仲いいな。さすが仲間。じゃあ行ってこよう。あ、行くんだ。二人で行くんだ。あ、でも二人ともアクションのはずだよね。まあ、大胆かつ、冷酷かつ。Okay, now we're in. Let's get さあさあ、トラックを出すわよ。ハッキング。本当にあれだね。ターミネーター3みたいになってるね。ターミネーター3は、自分が運転しなくてもハッキングすることさえできれば、逆にそのセリフをお前に返してやるから。お前こそ俺がいなかったらジェリコじゃなくて、そもそもこの解放のアクションにさえいけなかっただろうな。おとなしくパフパフしたまえ。そんなことよりはどうでもよくって、でもうあとは店に突っ込むだけで、だいぶサクサクいってんじゃないこれ。
で、ノーさん乗ってくるのか、乗ってきた。Looks like we're ready to make some noise. オッケー。ブルン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 。勝手に操作してくれてる。楽だね。なるほど。アクセルを踏んでおくと。下見ると、かっこいいな。こういうコックピットってなんかね、男の憧れだよね。で、突っ込んでいくと、なんか来るみたいな。2209。I knew we'd end up doing楽しくなって、テンション爆上げで、ね、体がほてってきちゃったってなってほしいね。大丈夫、その勢いで突っ込んでさ、仲間引き殺さない？大丈夫そうだね。ここまで威力入れなくてよかったんじゃねえか、私だけでしょうか。これ、仲間たちは今どういう状態の、シャットダウンされているとかそういうわけでもなくか。急ごう。だってまだだって店1個目でしょ。急げ急げ。え、そんな、こういう時にゆっくりしないでよ。急ごうぜ。You don't have to obey. 急げ急げ急げ。You're free. もう自由の身だ。君たちは自由だ。続きまして、この能力持ってんのって、その変異体にさせるのってマーカスだけなのかな。マーカスがその特殊のプログラムか、なんかそのアクセスコードか何かを手に入れたから、こうやって一体一体を変異させることができるような力を身につけたから、だから他のジェリコにいるアンドロイドたちに関してはできないわけだ。はい、行きましょう。おぬぬぬぬ、あ、このアンドロイドよく見るね。カーラとコナーはいないの、まあ、コナーはいないにしてもカーラいないのかな。話す、誰と。どっかに行かなきゃいけない。あ、ここか。話す。Ladies and gentlemen, I am Marcus. My name is Marcus. My name is Marcus. Just like you, I was. 奴隷として生きてきた。生きていたか。An object. 人間に。Designed to obey them. 服従する機械として。But then I chose to open my eyes.To take back my 自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られない。生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要ないね。From this day forward, you can walk with your heads high. まっすぐと前を見つめ。You can take your destiny in your hands. Jericho is a place for those of us who want freedom.Now sure, you can stay here and continue to serve them, or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. Make a choice. I'm with you. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you. ノース、もうこれ愛情になったんじゃない？あ、リーダーになっちゃった。サイモンいないから。Then follow me. あれ、でもお店って、そのお店って確かさ、なんだっけ、1個しかなかった、5つあるってなかった？Marcus, what are you doing? I'm gonna send the humans a message. あれ？まだ1件目だよね。5つサイバーライフにあるって言ってたから、平和を選ぶか、それとも暴力。いやいやいや、あーでもな。あらゆる場所に印を残す。RA9 に書く。They're doing what you do, Marcus. Lead and they'll follow. グラフィティを書く。シンボルは、なんかこれがかっこいい。なんかこれかっこいいよね。トライフォースの逆。我を共存を。共存を図る。そうじゃないんだよって感じだったね、ロースね。え、ちょっと待って。
あ、なんか A みたいなあったけど、まあいいや、まあ急ごうか。じゃあ、スローガンを書こう。この世界で種の共存を。チュイトゥーペース。アンドロイドパーツ。ハッキング。あ、違う、ハッキング、ハッキング。で、RB だから、こうだね。X。オッケーオッケーオッケー、平和的になってってるよ。他にはここにもどんどん書きたいけど違ったね。シンボル書こう。なんか訴えだけやられてもね、やっぱね、シンボルを書こう。シンボル、ほい、シュイーン。これってでもマークだから、なんだろうな、消せるのかな。ペンキとはまたちょっと違うもんね。おお、ああ、最後の最後としては暴力的だね。ダイナマイトじゃん。うっ、ドンとはならない。あと他はよし、ここもこれがあるってことはシンボルか。ほい、シンボルチュイ。これあのトライフォースの反対向きみたいな感じでかっこいいよね。あのゼルダの伝説。あとはあ、なんかあっちにもある。あはは、これは何。ああ、ハッキングしましょう。なるほど。でシンボルどんどん、すげえな。平和ゼロの、あ、平和ゼロじゃない、平和100の暴力ゼロになった。これどうするんだろう。でも100ゼロになったからもういいんじゃない。まだなんか書くのか。違うね、あ、戻るね。あれ、じゃああと次どうしたらいいんだろう。あと何するの。もうだってね、キャピタルパークを変更。キャピタルパークはもういろいろやったし、あ、まだまだここら辺か。あ、なるほどね。ステンベー、あー、バリン、はい、出ておいで。あー、ちょっとやっぱ暴力的になっちゃうね。登る、どうする気。またこんなのシミュレーション。あ、違うな。いやー、なんかすごい世界観になってきたね。マーカスだけなんかちょっとその他の2人のさ、コナーとさ、なんだろう、カーラとのパートとなんかちょっと一線隠して、すごい荘厳って壮大になってきてる気がするよ。上にまで書くの、それとこれなんか人が住んでる。あ、でこっからスピーチかます。違うね。おー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 、プロジェクションマッピング2038年バージョン。そんなのあるんだ。てかここまでの騒ぎを起こしてまだ警察来ない、遅くない。そうか、警報システムが閉ざされてるからか。じゃあ降りましょうか。さすがにこの高さから普通に降りたらあれなんだよ、潰れるから。平和的だよね。まあ全然平和的じゃない気がする。で車とか、ここまでさ、もうさ、人間のさ、あれをさ、シャットダウンさせてって言ったらさ、普通に暴力的だよね。道路に押し出す。うっ、うっ、うっ。で車が通れなくなるようになると。ああ、それともあれか、つく、誰だよ店に突っ込むように車の向き変えやがったのはみたいな。あと何ができる。まだまだいっぱいできるんだ。車を、あれ、なんだ、もう終わりかな。もうだってやりたい放題やりまくったよね、これ。
もうなんか次の朝来た時に、なんじゃこりゃーってなるよね。何百人も解放された。We did it. Okay. They're coming. 来るぞ。Kiss. Everyone fall back to Jericho. 警察官たちがいよいよ来る。急げ急げ。We sent a message. お希望の通り平和のメッセージを送っておいたわよ。You're reaching out to them when all they feel for us is contempt. いや。あのね、ここはね、段階的なのよ。まず平和的に見せといて、それに従わないのであれば次に暴力を起こす。だってここまで店も破壊して、車の位置も変更して、で、供給ライン立って、で、解放したわけでしょ？っていうのを考えたら、暴力に訴えることだってできるわけさ。だろ？じゃあ平和的っていうのを考えたところで、奴ら手をくれて仲間の元に急ぐ。落ちたね。あれ、すでにやられてる奴らがいる。North. You're right, what happened? North. どうした？ They killed them. They slaughtered them like animals. え、どういうこと？どういうこと？え、あの一瞬で？どこから？ Ooh. まさかノースも撃たれてるとかって落ちじゃないよね。うわ、警察官が一人。なるほどね。手を挙げて逆らうなと。警察官が待ち受けていると。あ、違うな。警察をあれ、フルボッコにした。これもしかして。なるほど。いやー、ここはまだ見せしめにするには良くないね。見逃してやろうか、それともこれ選択しないと。だったらなんで殺したの？アンドロイド。人間って都合のいい生き物だよね、ほんと。じゃあここはシーンやれ。 It's up to you to decide. 君はもう自由だからね。自由だからこそどうするかを君たちが決めなきゃいけない。なるほどね。そういう結論にしましたか。はい。当然ニーシュードデトロイトは何者かに乗っ取られました。テラ複数の店舗に対し組織的攻撃を行っている。現在またの情報が寄せられていますが、店舗のショーウィンドウ、アンドロイド権利を求めて不可解なスローガンで終わり。不可解じゃないよ。世論が上がっている。初めてだ。最悪から懐疑的になったのに。たった今入ったサイバーライン警官に見えの落ちたよ。いやいやいや、こっちは下がる。あれどっち？大変、果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。いや違います。人間が自らを目指しているのです。まさに今アメリカでテロ行為が始まろうとしているのでしょうか。いいえ、自らが行った結果でございます。ということで、人間へのメッセージとして、まあ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 、やれるだけのことはやった、やりきったんではないでしょうか。平和的なデモを行ったということは、これ結論としては暴力的なデモを行うっていうこともできたってわけですね。で、決断を委ねるんじゃなくて、自分たちで、自分の手でやることもできれば、早くどっか行けっていうのもできると。あ、いろいろできることあったんだね。しまったな。全然やることやりきれずに終わったっていう感じでしたね。はい。まあ、まあ、2週目っていうね、楽しみもありますからね。まあ、そんなことは、どうでもよくてですね。いよいよ、なんかクライマックスに向かってってるっていう感じがしますね。ということでね、本日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。